人吉のキジウマキギス社とは木製玩具の一種。キジ馬とも言う。素朴な作風が特色。キジウマのキジはキジとキジのダブルミーニングを持っていると言われる。九州地方独特のおもちゃであり、野鳥のキジを模して木材を削って作り、車輪と紐を付属させ屋外で牽引して遊ぶ。産地は福岡県、熊本県、大分県に集中するが、 佐賀県や鹿児島県でもわずかに制作される。発祥の地は阿蘇を中心とする山岳地帯とされる。東北地方を中心に見られるけしと比較されることがあり、けしは屋内で遊ぶ性的なおもちゃであるのと対象に、キギス社は屋外で遊ぶことを主眼とする動的なおもちゃであるという要素に北国と南国の対比が反映されているという。 キギス社が九州地方にのみ見られる理由として、キギスが神話などで縁起の良い鳥として信仰されていた説や、日本国外の文化からの輸入、平家の残党などの山奥での陰遁生活と、信仰から生まれた説などが挙げられる。最初は山間の集落でのみ作られていたが、やがて里に伝播するようになった。それに伴い、 彩色が施されたものが登場し、それまで人が乗れるほど大型の品がほとんどであった。ものが軽量化、小型化するようになった。木ギス社の種類は、福岡県大和郡瀬高町を中心に製作される、清水系、熊本県人吉市などで生産される、人吉系、大分県九州群などで生産される北、山田系の三つの系統に分類される。眠の木。 菓子は、杉、松、檜の木、山切、タラの木、クルミの木などが材料とされる。瀬戸高町にある清水観音の三景土産として生産される。雑木を輪切りにした四つ車を赤色、青色で塗った木製の木ギスにつける。清水寺の住職、高し安法院が天保年間に創作したという。背中に子供の木ギスや三つ表を背負った種類もあり、 明治時代から登場した。清水山には、行記や電行大師が山中で迷ったおり、木木巣に道案内をされて、霊木を見つけたという伝説があり、木巣は霊的な鳥の象徴として、早くから木巣を模した玩具が作られていた。松の木を輪切りにした車輪が二つ付属している。頭部に、台の文字が記されているのが特徴。大きさに多様性があり、かつては、 子供が乗って遊べるほどの大きさのものが作られていた。草案したのは、平家の落務武者だと言われている。車体には赤い椿の花が描かれていることが多い。これは、人吉一体によく咲く花であり、また、平家の赤旗を由来とするものとも言われる。全国規模で販売され、熊本県の代表的な郷土玩具の一つとなっている。大分県九州郡で生産される。 19世紀半ばに誕生した。北山田という名は、町村合併以前の救命に由来する。尾の部分が平らになっており、車輪は二つ。種類によって、白の毛を縦紙として指しているものがある。外見は、キギスというよりも馬に似ている。構造は単純だが、イギリスの投稿バーナード・リーチが称賛するなど、荒削りだが洗練された、造形美を持つ。 郷土玩具辞典、98校。ありがとうございます。